坂上橋付近神奈川県道50号座間、ま、大和線とは、神奈川県座間市相模が、丘の相舞台団地入り口交差点から、大和市下鶴間の下鶴間交差点までの主要地報道である。この道路は、通称、座間街道と呼ばれており、起点の相舞台団地入り口交差点の延長上に、神奈川県道507号、相舞台相模原線があり、地元では、 神奈川県道507号、相舞台相模原線と一体化して認識されている。また、神奈川県道50号と道507号を合わせると、国道16号の旧道と接続されていることから、国道16号の迂回路としても利用されている。もともと周辺に、物流拠点や工場が多く存在し、付近の大型商業施設への接続道路となっていたために渋滞が発生していたが、 座間市の道路脇にイオンモールが回転したことにより、慢性的に渋滞が発生する状況である。週末の昼間は、渋滞が県道内でさばききれず、付近の道路まで連鎖的に渋滞しているような状態になっている。行政側もこの問題は認識しており、変速交差点を改良して、信号を減らすなどの対策が実施されたが、根本的な解決には、 ほど遠いというのが現状である。起点、終点の両区間内に交差する国道はなし。県道は支店総武大団地入り口交差点で県道51号と交差する。その他、多数の工場が沿線に立地する。ありがとうございます。